こんにちは、デスコと申します。アメリカの大学に来た前に、この国に全然誰もが知りませんでした。しばらくして、たくさんのアメリカ人と友達になりましたけど、今コロナは全てを奪いました。最初のように戻ったんですが、アメリカ社会にいるのが、ますます深いと思いました。それはどうしてかわからない。暗かったんです。そして日本に来ました。もう一度この国にいつも帰りたかったんです。僕は東京でたくさんの場所に行くことがあります。東京タワーだったり、上野公園だったり、皇居だったり、中野だったり、埼玉だったり、高尾山だったり、春日部だったり。ただ、ほとんどの時間は一人だったんです。また友達がいません。そのウイルスは私を一人にさせました。もう2回日本に来ました。2年間日本語を勉強しましたけど、またあまりできません。以前のようにみんなと話すと気にするの方法がわかりません。でも、人や社会にとらわれず、地元のものと楽しむことができます。地域の食べ物がいつも好きですから、毎週自分で新しいレストランに行きます。ラーメンや寿司や焼肉や、ペンキやご飯やとんかつや、全部は素晴らしいですね。僕は孤独のグルメのようと思います。実は嬉しかったです。ただ、東京にいるの時に、地域の人はいつも礼儀正しいんですけど、少し日本社会の暗黙に感じました。他の場所のように、いい人がいるけど悪い人もがいる。定年の背後にたくさんのうつ病と憂鬱があるんです。サラリーマンは毎日ハードワークしすぎますけど、厳格な上司もに立ち向かうのが必要あります。学生は学校にいじめに対処しなければなりません。日本では毎年数万人が行方不明になり自殺しています。多分それが理由です。しかし、日本人の正義感も感じました。よく自己犠牲しますけど、いじめや不公平にいつも断ります。時々に意識は侍や津波のようになることがあります。半沢直樹が言ったように、施されから施し返す、恩返しだ。でも、やられたらやり返す、倍返した。これは日本人の両面と思います。子供の頃からウルトラマンを見ましたので、彼は私に他人の力を頼りにしないことを言ったことがあります。社会の外にいつも別の社会があることが知るのために、今回日本に帰ってきたと思います。それについて何も知りませんから、自分で探るのが必要あります。人生とは何ですかに、様々な国の人々は様々答えを持っていますから。視線はすごく大きいですけど、社会と人間はその一部に過ぎません。それではもう孤独ないです。この世界は私が探検するのためにです。行ってきます。